宮代エコスターズは結成15年目の環境ボランティアグループです。宮代町を中心に小中高生のメンバーと大学生、大人のサポーターでエコ活動を展開しています。今年も栗農家さんのご協力のもと、地産地消の学習と収穫体験をさせてもらいました。栗農家の折原さんは宮代町のお菓子屋さんに栗を卸して地産地消を実践しています。収穫した栗は後日行われたエコスタレッツ地産地消クッキングで美味しくいただきました。今日は、栗拾いということで、今回初めて栗拾いやる人いらっしゃいますか？手挙げて。ああ、結構いるでしょ。初めてですか。生涯初めての経験ですね。じゃあドキドキするかもしれません。で、まあ、食料、日本人が今食べてる食料はほとんど何割ぐらいが外国から来てると思います。カロリーベースでいくと 62% 食べ物なんです。この栗もほとんど中国産なんです。今年の栗なんかも暑かった、雨が少なかったという不作なんです。大して取れないんですね。3割ぐらいは、まあ、丹波にしろ、小布施栗にしろ、栗で有名なところはみんな減収。栗食べてみましょうとか。栗かわいいです。ね、はい、暑いです。まだ10月末。今日から10月じゃん。え、てかさ、絶対適当なの。食べられなくなっちゃうから1週間ぐらい。はい、チーズ。はい、OK です。はい、OK です。